倉吉という、まあ、古い町並みは残ってるんですけれども、古さだけではいつまでも残ることはできないと思うんです。必ず歴史的に新しいものを取り入れていかなきゃ町は残っていかない。我々が考えた一番新しくて一番素晴らしいものがフィギュアだったということです。意外なほどに古い町並みにしっくりと馴染んでいると私は思っています。それがこの町の良さにつながっていけば、私としては願ったりかなったり嬉しいことなのと思っています。